おはようございます。アンです。ポンタです。あのポンちゃん、はい、今日はね、福島県会津北塩原村にあるね、はい、磐梯山の、まあ、裏方とは言われてるんですけど、裏磐梯スキー場、はい、で今年はまだね、雪がちょっと少なくて、オープンは27日からって27、はい、言われてまして、はい、今日は23日、あ、もう少しでオープン、はい、今日はね12月23日なんです、はい、ね、それで私たちはじゃあ何をしに来たかというと、この間は箕輪スキー場で STT スノートレッキングトレーニングしましたよね。今日も実はね STT スノートレッキングトレーニング、ブブー、今日はねスノーテント泊トレーニング。テント泊トレーニング。はい、スノーテント泊トレーニング。じゃあ見てください。何を持ってきたか。どう見てもテント泊仕様。ね。マットがあるでしょ。それでコップが、コッヘルがあるでしょ。それでこのスノースコップですよ、問題は。ね。これでね、ポンちゃん。いつもの通り山ップ。山ップ。はい。はい、スタートいきます。お願いします。はい、登山でいいか。はい、オッケー、スタートしました。はい、磐梯山の上まで行くのはまた今度の話ね、うん、ガレガレ広場でご飯食べようか。そう、ガレガレ広場でね、テントを張ってカレーライスを食べる、はい、そういう今日は計画でやってまいります、はい、ね、雪は降ってるけど、はい、真っ白だけどね、ちょっと景色はいまいちだけど、はい、でもね、この楽しいと思うよ。雪の中でね、今日はね、ポンちゃん、はいはい、テントを夏場に張ってる人はまあ普通多いと思うんですけど、冬場の雪の上にテントを張るっていうのは経験ある人はまだ少ないかもしれないんで、その雪の張り方をね、ちょっとね今日はやりたいと思います、はい、ね。それではポンちゃん、スノーテント泊トレーニングへレッツゴー。音がいいね、ポンちゃん。わあ、ポンちゃん、霧が濃くなってきたよ。雪山ですね。リフトがね、まだ動いてないので、今日はね、こうやって歩いて登れますけど、スキー場が始まると、このスキー場はね、歩行禁止なんで、リフト乗るか、林の中を抜けるか、どちらかです。ポンちゃん、こっからね、ちょっとね、坂がね、急になるんですね。はい。それで、この TSL とかね、MSR はね、このリフターをね、パチッすると、かかとが上がって、今度角度が上がった時にね、ちょっと楽っていう。まず、どんなに楽かやってみてください。はい。はい。試してみてね。試してみてね。そうそうそう。わかるでしょ、うん、はい。TSL とかね、MSR はこういう仕組み、リフターがついてるんですよ。これいいですよね。うん、どっちがいいかは好みにもよりますね。はい。ああ、ほら、雪景色。雪の松。はあ、こんな感じで、スキー場をね、登ってきました。真っ白ですね。ポンちゃん。あ、
ここね、今ね、スキー場を抜けて、スキー場を抜けて、こっからね、河口壁に向かう登山道の入り口に、はい。はい。あれがそうです。あれね、この看板。それでね、この上に、リフトの頂上のね、降り口があるんですけど、そっから行くと赤沼。赤沼を越えて、凍ってればいいんですけど、ちょっとね、まだね、温度が今年は高いんでね、氷の厚さが怪しいので、今日はね、この噴火口への、登山道を行ってみたいと思っております。噴火口へ、レッツゴー。レッツゴー。ここから噴火口ね。はい。行きまーす。ここはね、もう完全な森の中なんですよ。熊さんが出るようなね、森の中。結構ここもね、歩かれてて、登山道はね、しっかりしてるんで。まあそんなに危険な場所はないですよね、ポンちゃん。危険な場所はないです。ほいで、時たまこのね、赤テープさんがありますからね。はい。でもちょっと足りないね。赤テープの量がちょっと足りない。はい。赤テープ。そうらしい。歩いてないね。なんか雪で垂れ下がっとる。このね、木々の向こうに白っぽく見えるのはね、赤沼なんですよ。今頃は分厚く氷が張っていて、その上を歩いてね、近道できるんですけど、今年はね、異様に暖かくて、さっきの水たまりが凍ってないぐらいですから、ほら、ポンちゃん、上が白くなってるからわからんでしょう。あれ、赤沼なんですよ。はい。それで、迂闊に登って、ドボンって行ったらどうなります？一人だとね、まずもって登れません。それで、仮に誰か他にいても、近寄ったら一緒に落ちちゃうんで、もうその場合はですね、ストックをつなげてですよ、はい、ストックあるでしょ、うん、これをつなげて、今ロープがあればロープ投げればいいんですけど、はい、ストックをこうつなげてね、で縛って、それでそのストックの先っぽをその人のところにポンって投げる、うん、で4本くらいあれば、5、6メーターになるでしょ、なるほど、ね、それで引っ張るんです、うん、ね、それでこう引っ張っていってる、ピュッと、ほら止まった、砂の代わりに、うん、なりますよね。そういう感じで、はいはい、もし一人がね、沼に落ちたらですよ。慌てちゃいけないけど慌てるよね。まあ沼じゃなくても滑ってね、こうそこまでね降りれなくて困る場合も、このロープ代わりにしてね、そういう使い方もできると、ここでご披露ですね。あんちゃんが考えました。そうです。で助けてくれっていう人が下で。そう、そうやってね、そんでそこに捕まってもらって引っ張り上げると、はあ、ね、やってみる？やりますか？じゃあもうやるんだったらもう一個つけましょう。で僕が下に行きましょう。助けてくれ。あんちゃん待って。大変だ。待って、ああ隣壊れる。これに捕まるんだ。おあんちゃん、じゃあ待って、助けて、ちゃん助けて、今待って、ポンちゃんが投げるからね。はいよ。お、捕まる。捕まったで、ポンちゃん登ってきて。ああ、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 まあこういう感じですね、ポンちゃん。はい。それで沼に例えば氷にドボンって落ちたとかね、そしたらこうやってロープないですから、普通ストック使って、ね、ストック使ってね、
助けてください。はい。はい。実演ありがとうございました。ありがとうございました。ワンちゃん。ガレガレ広場に到着。真っ白やね。真っ白。今日はね、STT なんで、スノーテント泊トレーニング。スノーテンパクトレーニングね。STT? スノーテンパクトレーニング。はい。ここはね、ポンちゃんの名付けたガレガレ広場。ガレガレ広場です。はい、夏はね、大爆発の後のね、瓦礫がガレガレなんですけど、今はね、なんかスキー場のようになってますね。なってる。うん。それで、川上のね、分岐点から右にずーっと行って、ちょうど森の切れ口があるでしょ。森の切れ口ある。そう、あそこからね、侵入して、突入してね、うん、河口壁登ります。裏磐梯の河口壁。ね、かっこいいですよ。もうすごいかっこいいよね。うん、かっこいい。冬はね、おすすめ、大おすすめ。イエローホールもね。イエローホールはね、この右からずっと先、赤沼の方から行った方がいいのかな。うん、こっち側ね。うん、今日は赤沼のとこちょっとね、氷が危ないんで、また同じ道で帰ると思います。はい。ね。じゃあこれからね、ポンちゃん。はい。今日のメインイベント。メインイベント。雪上のテント泊けど、まず土台を作るんですよ。土台。それで、今日はスコップさん持ってきたでしょ。うん、で、スコップさんあるんですけど。なんか測るんでしょ？え？これ、そういうので。あ、測りますけどね。まあ、大体でいいんですね。大体でいいの。はい。それでね、木の前に作りますけど、今日は僕たちスノーシューを履いてきてるんで、はい、まずスノーシューで円形に固めます。今日のテント、はい、これで、はい、ちょっともう古いんですけどね、これ下に引くやつ、はい、地面の上に引く、引くんですね、なんとか、はい、グランドシートって言うんですよ、シート、はい、イメージシート、はい、グランドシート、グランドシートね、グランドって地面ね。グランド。ね。それで次はね、ポンちゃんがグランドシート引いてくれました。次ね、はい、ポンちゃん、はい、このね、支柱をですね、伸ばして、で、X 型に、ポンマン。ね。X 型。X 型にね。はい。はい、ぶっ刺して。そしたらですね、お次はね、このフライシートっていうんですね。フライシート。上の。これ軽量化して僕が改良しましてね、普通はこの内張りっていうのがあるんですけど、これ内張りないんですね。はい。内張りです。内張りました。もうほぼできましたね。できました。で、テントの向きをね、
こっちが入り口なんです。だから、これぐらいにしましょうか。こんな感じでいいですか。ね。そしたらですね、次はペグ打ちなんですよ。ペグ打ち。ペグ打ち。はい。このペグ打ちが肝心で、はい、一本目ね、はい、入りません。入んない。入りません。抜けます。抜けますでしょ。そこでね、ポンちゃん、雪の時はどうやってペグを打つかというと、まず穴を掘ってください。穴、はい、岩の上だよこれ。穴で、ここの、ここに刺してください。違います。こういう角度で、こういう角度でね、うん、そしてこれを埋めてください。はい、どうですか。なるほど、こんな感じなんですよ。はい、ということで四隅、スコップありますけど、スコップ使います。いらないですか。はい、使うか。スコップでやった方がね、バッチリいくよ。はい、お願いします。今日はポンちゃんの実演を兼ねましてね、はい、多分これを、こういうのは意外と皆さん知らないかもしれませんね。雪のもうちょっと遠くですね、ポンちゃん。そこをほらグッと引っ張るんでね、はい、引っ張って、はい、そう、そこ、その、そのあたりですね。で、それ二つあるでしょう、ゴムが。一本で止めちゃってください。一本で？ええ。ワンペグで二つのその穴、ゴム穴止めちゃって。まあ一つでもいいんですけど、どっちかっていうと、その向こう側を止めてください。向こう側の穴。ええ、そう。そうすると、チャックは開けられるんですね。そういうことです。さっきと同じ要領で、埋めてくれれば、バンバンって。ちょっとは、しっかり止まるでしょ？うん。どうですか？ね。これがね、雪中テントのね、一番のポイント。このペグ打ちね。あとは一緒ですもん。はい。ね。そういう感じ。何のためにスコップ持ってきたと、このために持ってきた。この冬場のペグ打ちのこの角度とね、10センチも掘れば大丈夫ですからね。あんまり深く掘っちゃうとね、ゴムがね、それ緩むから2つ、はい、お願いします。で、なるべくぐっともっと、もう少し引っ張ってね、地面にぴったりこう、この、要するに皮がつくように、はい。なるべく、そうですね。それで埋めると。なるべく引っ張るっていう、なんかこう、ほら、張る感じで。うん。まあ、いいか。まあ、ええですけど。よっしゃ。うん。こんばり。埋めるっていうのがね、この大事なところですね。雪はすごいですよね。埋めればね、こうやってね、外れないんですよ、ボンちゃん。よっしゃ。できたよ。はい。じゃあ次はね、この4本で、これです。これ。はい。これをね、まあ大体ですね、ここのあたり。それでね、後でグッと引っ張るとね、この、張るんですよ。ピーンって。ここのあたりで。ね、4箇所、お願いします。はい。まあ、それはね、はい。ここに、ほら、引っかかりがちょっとあるでしょ。この引っかかりで、それをまずやるでしょ。で、一回転。くるっと回してみてください。そうじゃなくてですね。こうですよ、もちろん。いいですか？こうでしょ。ほんで、こうでしょ。で、ピュッ。どうですか？こんな感じで。ええでしょ。はい。で、埋めますね。
あんまり深く埋めるとね、今度ね、取るとき大変なんですね。まあそんなこと含めて。で、ここはね、これ窓があって、あ、窓っていうか、通気口がね、この通気口を開けなくて、閉められることも閉められるし、こうやって開けることもできるという。まあ大概のテントにはついてますね。これがないとね、なんか曇ってね、水がね、内側面につくんですよね。うん、はい。ええー、ですね。まあそういう感じで、お菓子やってください、ぽんちゃん。はい、じゃあね、カレーはね、この雪をね、溶かして、大盛りでね、このぐらい？このぐらい入れればいい。このぐらい入れればいいかな。いやぁ。溶けてきた、溶けてきた。よちしたでしょ？コーヒー飲む、あんちゃん。コーヒー飲むか、ポンちゃん、その間にね。うん。ドトールコーヒーじゃないですか、ポンちゃん。あんちゃん。ドトールコーヒー。ドトールコーヒーだ。ドトールコーヒーのね、1.5 倍で。ゴミは？ゴミはさっきのもあった、ね。さっきのもある。あ、待って、じゃあこっちに一個にするから、こっちゴミ入れにするか。うん、はい、これゴミ。ゴミだね、ゴミ。ゴロゴロカレー入れてみました。野菜がゴロゴロカレーね、野菜本当にゴロゴロなの。野菜ゴロゴロ。ええ。試してみて。私のポットは、うん、ポットちゃんは、カフェオレかこれ。カフェオレ。うん。入りましたな。乾杯。乾杯。どうも。乾杯。乾杯。コン。はい、いただきます。うん、ああ、甘いね。甘い。黒糖のカフェオレや。うん。甘い。うん、まあこれがでもね、疲れた時はこんな甘さがまた良かったりするんでしょう、うん、テントの中をね、周りに雪がかぶせてあるからね、雪がかぶせてあるんで風は入ってこないんで、まあ湿っては暖かいですよね。湿っては暖かい。風ないともう、うん、今日みたいな日はもう全然これで OK やね。 OK ね、うん、そうでしょ、うん、こういう感じですね。湧いてきたよ、ポンちゃん。ゴロゴロカレー。うん、もうすぐか。おにしは15分経ったか？これがちょうど温まったくらいでいいんじゃないの？うんうん、そんな感じやろ、うん、湧いてきた、湧いてきた。ポンちゃん、おにしがね、もう15分経ったんで、そしたらちょっとね、こう、揺さぶりかけて。そうするとですね、はい、じゃーん、こういう感じでできました。おにしさん、ありがとう。うわ、お米の匂い、いい匂い。さあ、お米の香りがいい匂いやな、ぽんちゃん。で、この野菜ゴロゴロカレーをおろします。おろします。うん、ね。そしたらもう温まってるからね。ちょっと食べてみよう。うん、ご飯食べてみて。あ、あんちゃん落とした。大丈夫よ。
これね、多分ね、ポンちゃん。これ食べにくいかな、このスプーンは。食べにくいんですけど、そこはまあ、多少はしょうがないという。うん。バリカチャ。入れますよ。はい、いきますよ。あ、ちょっと、あ、ちょっと。わー、でっかいの入った。多分ね、1個でいいんだと思う、うん、結構これ多いんですよね。うるさそうね、1個で。はい。熱いんですね。熱そう。ああ。そしたらね、ほら、入ってる、あ、入ってるね。こういう感じで、できました。熱いよ。完成です。カレーライス。ポンちゃん、いってみてください。はい。これね。おいしいよ。いただきまーす、うん。熱いからね。でっかいじゃがいもが入っとるよ、うん、あんちゃん。あ、ご飯もうちょっとやった。うん、ご飯ちょっと、バリカタ。うん。まあ、バリカタだけどね。うん。うん。福神漬けが欲しいな。忘れた、ポンちゃん。うん。今度の正月は忘れないですよ。うん。うん。せっかく大量に福神漬け買ったのに持ってこんかったな。うん。あんちゃんじゃがいも。うん。はい。でっかいじゃがいも入ってる。でっかいじゃがいも。うん。やっぱりね、この冬山のさ、まあ一般的に寒いじゃないですか。うん。このカレーは温まるね。冬山にカレーはいいね。うん。普段そんな食べようと思わないけど、冬山にカレーは合うね。合う。合います。うん。食欲湧くし、力湧くしね。うん。で、食べやすいでしょ、うん、結構ほら、登ってすぐってさ、なんか食べづらいじゃん、うん、胃が収縮してあんまりお腹が空かんときある。うん、本当は空いてるんだけど、なんか胃が受け付けないみたいな、うん、あるある。うん。それでもこのカレーだとさ、なんか食べれそうな、うん、うん、これへ、茶碗軽く2杯分だからか。結構多いよね。多いと思った。うん、260g もあるんだ。じゃあこれ1個で2杯。ポンちゃんと僕の1食分。朝ごはん分。うん。1個だよね。うん。いや、ポンちゃん美味しかったよ。うん。で、ほら、食べ終わった後も、ゴミ、こうやってね、小さくコンパクトにね、まとめて、洗い物も全然出ないでしょ。出ない。だからね、これ究極。美味しかった。特に冬山のね、やっぱりなかなか凝った料理って冬山で大変じゃないですか。ね。で、はい、やってる人もおるとは思うけど。うん。こうして空気を抜いて、密着すれば。うん。ゴミの軽量化、減量化、軽量化。軽量化にもなるしね。うん。いや、ポンちゃん。天白 TTS、あ、STT や。STT ね、うん。はい。スノー天白トレーニング。はい。一応、美味しいカレーも食べられましたし、コーヒーも飲みましたし。コーヒー。うん。で、晴れてきたね。晴れてきた。ほら、ちょっとね。頂上見えそう。まあ、頂上といっても、こっち側から。じゃあ、これから、テントの片付けに入りたいと思います。
ねえわ。はい、終了か。ほら、全貌が見えてきた。うわ、ガスが晴れてきた。おお、上の方まで。綾雲が出てきたよ。綾雲も見えとる。うん、ここがね、裏磐梯火口壁。かっこいいよ。かっこいい。青空も出てきた。ねえ、綾雲も出てる。はい。またね、今度登りに行きますけどね。雪降ってきたね。うん、はい。このね、火口壁の一体どこ登るのって感じでしょ。登れんですよ、ちゃんとね。すごい、晴れてきた。素晴らしい。日の出みたい。日の出みたいね。綺麗だね。本当、火口壁。はい。おお、天狗岩。あそこがね、天狗岩。で、その向こうにね、見えるのは、まあ山頂ではあるんですけど、本物の山頂はね、もうちょっと上にあるんですよ。そうなんですよ。ここからは見えませんね。もうこれでポンちゃんも雪上天白完璧ですね。もうテントも張れますしね。パーフェクトでしょう。やり方分かったでしょう。まあ、そこはね、いろいろ工夫がいるんですけど、出口入り口に着きました、ボンちゃん。出口入り口で、はい。うん、ちょっとね、もやっとるね。いや、STT 楽しかったな。うん、あれ美味しかったしな。こっから 1.2 キロでガレガレ広場文化校ね。あ、まあそんなにね、よっぽどの登りもないしね。あの、はい。ええ、じゃあポンちゃん、ここでお別れしたいと思います。はい。ね、今度はね、はい、あの大晦日。大晦日。31日。大晦日。はい。大菩薩令の開山祭。2019年。大菩薩令の開山祭。終わり。そこで締めて、そして2日目は。熱海です。ね、はい、3連泊で、ね、お正月を迎えたいと思います。はい、ね、ぜひ皆さん、あのお届けしますんで、山小屋のね、あの忘年会ってあんまりね、知ってる人は知ってると思うんですけど、やばいですよね。そう、やばいと思う。結構ね、かなりやばいかも。すごいんですよ。はい、それをね、まったりじっくりお届けしますので、ぜひね、見てください。はい、はい、それではさよなら。